GM チャンネルスタッフゲームマーケットがお送りするスタッフ動画、クラゲーです。おいちゃんです。健太郎です。ゴエモンです。はい、ということでね、お願いします。今回はね、モンストの超獣神祭、はい、こちらの方をね、引きまして、ガブちゃんをね、ガブちゃん、そろそろガブっとやらないともう何回頑張ってるんだとそうですね、いうことになりますんでね。はい、まあいつもの通りちょっと GM コインからいきますけれども、はい、コインかい、すごいことになってるコインが溜まってるでしょねえ、まあ、経由しまして、はい、ここから開くと。さあ、ということで、ここからですね、これを経由することによって、またコインが溜まっていくわけです。オーブ購入。さあ、今回は一体いくつ？まあでも最低限30連だな。はい、ということでね、一番高い金額でね。羨ましいな。これより上があれば買うんですよ。本当に。大丈夫ですか？また奥さんに。履歴とかもすぐこうキャッシュ削除してね、見せないようにしてますからね。はい。さあ、ということでこれ、来てますね。当日ですね、今回は。そうですよ。来たばっかですかね。後ろにちょっと中国風なお城もあるんですね、なんかね。中国。やぐらのことかな。ね。はい。はい。では早速行きましょう。はい。こちらですね。そうですね。さあ。私が持ってないのがガブだけですね。止まればっていうことですよね。もうね、ルシファーはいらない。ガブだけってもうすごいな。ちなみにクラゲさん今。ルシファーはクラゲはね、ルシファーは5体。さすが知らないだね。もうで、カムイも2体、卑弥呼も2体、ストライクは重心化してないけど、あと2体眠ってますよね。ガブちゃんさえくればいいんです。ああ、これはもうぜひ出てほしくないです。ああ、さあ、それではいきます。はい、お願いします。さあ、止まればね、4回ガチャ出ますけど、とりあえず3回30連無ってことですよね。はい、はい、まあね、まあ鎖をちょっと解き放ってねさあ行きましょう。来い。言いませんね。引きいいからな。さあ、止まればいいですよね、そうですね、止まれば。パリンパリン。まあね、あれあれ誰？あれ野球十兵衛じゃないですか？二人目出たな。さらっと出してますね。野球十兵衛ですよね。十兵衛はね、5体目なんだよ。なかなか聞かない言葉だね。野球十兵衛って割とまだ新しいと思うんですけどね。スサノオはね、4体目かな。信じられない数持ってらっしゃるんですね。なんだろう、このブルジョア感。ただもう2体出てますからね。そうですよね。すでに星5、2体ですからね。さあ、ボックスの方もちょっと心配ですが、このままいきましょう。はい、さあ、じゃあ2回目。はい、ガブちゃん来い。ねえ、でもさっき2体出てるからなかなかですが、いきます。来い。止まれよ。さあ、止まりなさいよ。来ました。止まりなさいよ、ほら、止まりなさいよ、止まりなさいよ。左、あ、劉備。あ、さらっと劉備が。劉備はね、もう、いや、劉備だけかだけですね。あ、あれ書こうと。劉備は5体目だね、これも。やばいね、ラック上げができるね、だんだんね。逆に複数持ってないのが本当にガブリエルぐらいということでしょうね。なったね。とりあえず最後ってことですね。ラストだね。はい、さあ、まあでもね、どっちも星5出てますし。本当だよ、いいな。確定が来ないね、なかなか。来ないですね。いや、出てますよ。昔はね、中身は出てますよ。なんか確定来てもいまいちだったんですけど、最近確定来るといいキャラが出る。行きましょう。言いますけど、今度こそ止まれ。欲しいよ、新キャラ。止まろう、止まろうよ。おお、あれ持ってなかったんですか何これこれは不知火でしたっけだったかな。炎のとりあえず星 4？ 星4持ってないです。ナナミとかのシリーズですね。そう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 、進化させよう。不知火カリンだった気がする。止まれ嘘でしょ。今回は出なかった。爆死ですね。やばいな。なんつった今。不知火カリンですね。これはですね、水木ナナミだったっけ、違う。ナナミと光か。ナナミ光シリーズ。の時の炎の子ですね。ほうほうほう。ラストいきます。おわー、40来目。もう終われないでしょこれ。そうだね。一回も出てないんだよこれ、新キャラ。自分の方は星もう3体出てますけどね。新キャラじゃないか、持ってないキャラが、星4しか出てないんですからね。え、食べますよ。いきましょう。ラスト来い。お願い。解き放ってんだけどな。ピカピカしてますけど出てきていいよ。いきましょう。ストライクショット。ストライク。キンキン止まれよ止まろう。嘘でしょ。止まろうあらおっとっと終了ひどい。前半良かったんですけどね。そうっすね、あらいやひどかったなはい、ということで、はい、ちょっとね流れを変えて次は、おいちゃんが、はい、僕がおいちゃんがやります。はい、行きましょう。はい、ということで、はい、僕の端末、おいちゃん端末を変えまして、僕の方は10連を1回だけやらせていただければと思います、もうだっておいちゃん全部持ってるでしょ。いや持ってないですよガブリエルってどうやったら出るんですかやっぱりガブちゃんじゃないですか。そうですね、ルシファーは一応持ってるんで、まあ、持ってないのがガブリエルと、あとカムイは持ってないんで、その2人が一応限定キャラで持ってないのかな。なるほどね。ヒミカはこの前ちょろっと出たんで、ちょろっとで出るもんじゃないからね。だからちょろっと出てきたんですよ。なんでしょうねこのちょろっと出ただから最近やってたその無料ガチャのやつ、オーブ0個のやつもありましたね。ね、あれおいちゃん結構調子良かったみたいで。それどうだったの。フリーズとシンドバッド。うわーすごいでしょ。3回中2回が星5。俺誰にも言ってなかったけど、俺アンタレスだったさすがにね、もう同じかよって言ってあれの絶望感たるやないですよね。本当もうなんでアンタレスなんだろう。今日も出そうだな。ひどいねそれね。じゃあもうケンタウロスだったらとりあえず引いちゃっていいですか。どうぞ行きましょう。行きます。アンタレスは出ると思うの。アンタレスってどんなんだっけ。なんかキャリーバッグの上に乗ってる。キャリーバッグ。そうですね。はい、じゃあいきますよ。行きましょう。はい。さあ、でも最近おいちゃんはね、本当引きがいいから。そうですね。あれ引いてない。嫁さんが引くと引きいいんですよ。ね。止まるか。さあ、行け。進め。突き進め。どんどん割れろ。お。いやー、だ。おお。リン2？リン2ですね。重心化。そうですね。重心化できる。とりあえずでも1体だった。クシナダゼロに超適正。やったじゃん。いいじゃん。やっぱついてんな最近。爆死ではなかったですな。はい。じゃあまあ僕らはこんな感じで。なるほど。次なんか満足そうですね。とりあえず1体出ればね。そうだよね。そうだよね。しかも重心化来てるやつだからね。いいの。いいじゃないですか。はい。じゃあ次健太郎さん行きます。久々に私が。じゃあ行きましょうか。はい。久々に超重心祭やってまいりました。はい、何これが欲しいってこと。もうある程度何でも欲しいですよ僕。さすがにあんたで3連続はそうだよね、きついっすね。じゃあ早速アンタレス以外、絶対出そうだ。今、じゃあ行きますよ。久々なんで僕、超重心祭10連。あ、本当に？いつもなんか単発でちょいちょいやっちゃって、結局いつも出ないっていうパターンなんですけど、ちょっと今回我慢して、はい。じゃあ行きます。行きましょう。たまにはいいの出てちょうだい。だよね。ほい。あたす。はいはい。あんたにそれは出るよきっと。いや止まるよ止まるよ。そうですね、止まって欲しい。おっとマジかマジかマジか。あんたです。出るよね。ワールドか。いいな。思ってなかった。これまた10連化重心化ですね。なるほど。いいな。重心化。え？北条さん、北条、星4回？星4ですね。よし、あんたに出なかった。あれ？よしよし。まあでも全然5出たからいいや。ワールドこれですね。適性多いですよ。よしよし。いいじゃん。よし。重力バリア、チーム SS です。なるほど。じゃあ今回はいいってことで。よかったじゃない。いやよかった。本当に良かった。俺あんたたち出ると思ってた。ジャス君もワールド使ってそうですよね、使ってますもんね。はい、じゃあ次最後取り柄は五右衛門でいきたいと思います。はい、私の端末にいきたいと思います。さあ一番のランカーだからね五右衛門が。でもあれですよね、クラゲがそれに迫ってますよね今ちょっとね。だって五右衛門は何年やってんだっけ。僕は2年ちょいやってますね。だってモンストが始まってすぐでしょ。そうですね、始まってまだコルセアとかが最新だった時ですかね、だった頃に初めてやりだして。クラゲはいつからだ、1年ぐらいかな。1年経ったか経ってないか。そうだね、経った経った。この間365日の中ああついにやった。なんで1年ぐらいで178今ランククラゲ。僕この間730日で50個来たんで、それで189って密度がすごい。もう危ない。危ないですね。じゃあ僕は超重心サイキャラはカムイしか持ってません。なるほど。なのでないんだ。あ、そう何でも欲しい。いきます。ちょっと20連分かな。いきますよ。は僕もねほぼ無課金でやってきてたのでいこう。あ、ならない。大丈夫大丈夫、今のとこ全員出てるから。ちょっとその怖い振り。あんたです、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 あんたです。止まってください。うわ、止まんね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 。あんたです。うお、さあま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 だまだまだまだ最初ですし、まだ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 怖っ、まだまだまだあと単発も6回できるから。優しいもんまんじゃないですか。地球に優しい問題児だからな。じゃあ行きましょう。はい、行きます。ちょっとせめて星5は欲しいですよ。ですね。アンタレスも欲しいですよね。アンタレスはもういいです。出てないけどね。いや出るよアンタレス。俺3回出たんだよ。金金金。1日間アンタレスだよ。アンタレスアンタレス。待って待って待って。アンタレス。おっかおっと。あ出た？おっかおっか。ウォッカー、ウォッカ2体目ですね。いいね。ウォッカは艦隊組めばめちゃくちゃ強いのでいいですね。ただ20連で1個ってまあこの30どうするかだな。ねねってあとはフレンドにアンタレスが来てるかもしれない。フレンドにアンタレスは確実に来ますね。そうですね、行くんだ。2位です。わかるけど気持ちは端数やっちゃうんだよね、悔しくて悔しくて。一番悔しいのは前回のそのねオーブンなしのやつでね、しのぶくんがねちゃっかりガブリエル出しやがって出したんだよね。あかんっすね。あ、これがやめ時だった。やめ時だってことだ。今ちょっと理解しました。理解しました。いやー、ということでやってまいりましたが、結果クラゲさんが3体、ただよ何連40連ですね。40連やって3体、はい、クラゲはでおいちゃんが1体10連やって1体で、健太郎さんが10連やって1体で五右衛門が20年やって21年間やって1体。うわ切ないなパンタレスはゼロかどんだけ求めてるんですかどうする、おかわり欲しければクラゲはやるよ、まあ、もうちょっと、いやどちらにしろ回すってことですね、うん、つまりまあ多分プライベートでまだすごい回す奥さんに隠れてさあじゃあということで、はい、今回はこのような結果でしたけれども、はい、ユーザーの皆さんはどんな結果だったでしょうか、はい、ぜひコメントで書いてください、ね、教えてください、はい、つかないようにね、はいはい、じゃあ以上で、終わります。また、お会いしましょう。さよなら、はい、ありがとうございます。 GM コイン